ジカップ開幕戦パンサークラスに出場される相田選手と、安藤選手と長谷川選手と塩田選手と石谷選手ご挨拶です。こんにちは。今タイトラ前ですが調子の方はどうですか？ あまり良くないです。はい、今のは、やばいですね。はい、とりあえず精一杯頑張ります。頑張ります。そこそこ頑張ります。何でしたっけ。では、すいません、あ、今日のレースの目標を教えてください。まあ、目標はそうですね、楽しく、うん、できれば怪我なくできればいいかなとは思います。はい、頑張ってください。ビリにならないことですね。はい、頑張ってください。みんなで表彰台独占狙います。いいですね。はい、頑張ってください。そうですね、あのチームで6台あの出てるんで、表彰台ね、チームで独占したいですね、できれば。目指せトップ10を、はい、頑張ってください。17番グリッドゼッケン7番 RC ピンク高橋正美選手。18番グリッドゼッケン8番 RC ピンク吉田智文選手。19番グリッドゼッケン12番フレンズ &KME 高堂久美選手。以上19台でパンサークラス決勝ヒートが行われます。さあ、ここはポールポジションの若林選手がペース配分を決めます。どうやら1周で若林選手はレーススタートを決めたい模様で、早くもスローダウンでフォーメーションラップを整え出しました。後続グループはタイヤを温めたいのか、右へ左へ激しくカートを振ってますね。1周目ですからね、タイヤが温まりきってませんから、この辺1コーナーも慎重な走りが必要かもしれません。さあ、若林選手はスーパースローのローリング。さあ、メインストレートに帰ってきましたよ。メインストレート上のレッドシグナルブラックアウトでレーススタート。さあ、シグナルブラックアウト、レーススタート。さあ、来た来た来た、この台数この台数。インガはホールショットを取ったのはゼッケン13番若林選手、難なく危なげなく取っていった。しかし長谷川選手がいきなり仕掛けた、長谷川選手が仕掛けた、トップに立ったのは長谷川選手。しかし若林選手も引かない。来たぞ、男同士の意地のバトル始まっている。火花が散るこの2人のバトル、そこに加われるか。3番手に上がったのがゼッケン5番東選手が上がってきた。さあ、オープニングラップから激アツバトル、トップで、しかし帰ってきたのは結果的には若林選手だ。ゼッケン13番若林選手。さあ、トップを守るのがゼッケン13番若林選手。オープニングラップ一度ね、3番手スタートの長谷川選手が仕掛けましたが、難なくトップを奪回したのは若林選手です。さあ、2番手、昨年のシリーズチャンピオン長谷川選手行くか。さあ、距離を詰めてきた、6コーナーで飛び込んだ長谷川選手。さあ、しかしクロスで若林選手が仕掛ける。さあ、いや、絶妙なラインで長谷川選手クロスラインを潰したな。今さすがのチャンピオンの走りだ、クロス封じだ。さあ、今度にトップに立ったのがゼッケン1番長谷川選手、そして2番手には若林選手となりました。その後ろ3番手には東隆選手がつけています。さあ、新東京サーキットのカメラマンとも言ってもいいだろう長谷川選手が現在、東選手は3番手、その後ろ4番手には矢下選手がつけている。黄色がトレードマーク、矢下選手が4番手、その後ろ5番手にはゼッケン17番高谷選手か、高谷選手、いや、森選手だ、森選手が5番手につけている。さあ、昨年から確実に実力を上げてきた森選手、とうとう本物の速さを身につけてきたか。森選手が5番手を走行中。さあ、トップ4台がしかし熱い。さあ、1列数珠つなぎ、高速大渋滞だ、高速大渋滞。さあ、仕掛ける長谷川、その隙をついて東が行った、東選手が行った。さあ、2番手東選手、このまま勢いトップを奪う、
東選手が行った。しかしクロスで抜き返すのが若林選手。さあここは男同士のバトル。さあ行ってみればサラリーマンドライバー1列呪術つなぎ、これがパンサークラスだ。頑張れサラリーマン頑張れ。さあこの週末のホビー精一杯楽しむ青春だ。青春のクラスパンサークラスだ。トップはゼッケン5番、東選手。2番手に上がってきたのがゼッケン15番、矢下選手。しかし再びゼッケン13番若林選手が2番手に再び若林選手が上がった。さあその2番手争いの間、トップ東選手少し間隔を上げた。矢下選手は発信機取れてませんが現在3番手を走行中ですね。発信機拾えていませんが現在3番手を走行中。さあトップ東選手前傾で逃げる。さあパンサーデビューレースを優勝で飾れるか東選手。さあ SS クラスからクラス替え、パンサークラスに参戦してきた東選手。 SS クラスではねいつも激アツバトル、大体中段グループに悩まされていたが、さあ今日は開花するか、東選手が開花するか。しかし阻止すべく若林選手、今年は絶対チャンピオンを狙っているであろう若林選手、こんなところでやられてたまるかと気迫の走り。その後ろ矢下選手ももちろん狙っている。なんだか今年の1年を占うようなレースだ。第1戦から今年の1年を占うようなレース展開。さあトップを守るのが現在ゼッケン5番東選手。その後ろしかしチャンピオンの最有力候補か、若林選手が2番手。さあサイドバイサイドで立ち上がってきたトップに返り咲いた若林選手だ。若林選手やはり強い。この辺はサンキューと言わんばかりに軽く手を挙げてお礼をする余裕を見せる若林選手。2番手には東選手。この辺はみんな冷静だ。この激アツバトルの中各人は冷静なレース展開。3番手に上がってきた長谷川選手がじわりじわりと上げてきた。長谷川選手の持ち味は結果的に優勝する、タイムアタックも結果的に最後の周でトップを取る。この辺が長谷川選手の持ち味でありやらしさでもある。さあいつでも狙える位置に走る3番手長谷川選手。その後ろ矢下選手は去年優勝、スポット参戦で優勝と素晴らしい成績を残している。さあ今日は4番手を走行中。さあその後ろ少し間隔を空けてゼッケン17番、高谷選手が5番手。さあ東選手6コーナーで仕掛けたがちょっと無理だった。クロスであっさり若林選手。さあ長谷川選手ここはチームイン同士無理はしない、本来ならいけるような距離感だったが長谷川選手ここは仕掛けない。さあ東選手6コーナーの失敗を脱回できるか。現在トップはゼッケン13番若林選手。こうやって見ているとやはり1枚上手か若林選手が1枚上手か。この辺はパンサークラス歴戦を重ねてきただけあって若林選手は絶対に譲れない。2番手には東選手、3番手には昨年のシリーズチャンピオン長谷川選手。さあ激アツバトル手に汗握る激アツバトルだ。さあ現在9周目、レースも折り返し地点を過ぎました。現在レースは9周目、決勝ヒートは15周で行われております。さあトップを守るのはやはり若林選手、2番手には東選手、3番手に長谷川選手、4番手には矢下選手になっております。さあレースの方は10周目に入りました。さあこうやって見てるとですね、2番手を走る東選手の方がラインをコンパクトにまとめている。ラインがコンパクト、クリッピングから先の立ち上がりには余裕がある感じがする。さあ3番手にはゼッケン1番長谷川選手、4番手にはゼッケン15番矢下選手。さあこの4台どうなるんだろう、誰が優勝するんだろう、もうね予想はちょっとできないですね。誰が勝ってもおかしくないこの激アツの4台のバトル、そこになんとか食らいついていきたい。ゼッケン17番高谷選手は追いつけるのか。さあレースは11周目に入りました。さらに間隔が詰まってきましたよ。この4台2コーナーから3コーナーさらに間隔が詰まってきました。しかしながらね3コーナー各人のラインが違う、この辺抜きどころどこになるんだ。やはり6コーナーが勝負どころか。さあ東選手はここは慎重に仕掛けるか。先ほど一度ね6コーナー無理に入って自分で失敗で結果的に2番手という展開ですから、またバトルの場所を変えてくるのか。さあ1列つなぎのこの4台、さあ手に汗握る、順位の入れ替えはないが手に汗握るこの展開。レースは12周目、残り4周です。
さあ各ねこの4台のチーム員気が気じゃないでしょうね。本人たちもさることながらピットで見続けるチーム員も大興奮。さあ東選手が仕掛けた、しかしイン側若林選手が有利、3コーナーで仕掛けたが若林選手が有利。ここは大人だ、クリーンなバトル、クリーンなバトル、気持ちがいいぞ。さ さあ東選手がここはねなかなか、さあなかなかのバトル、これね結構ここから見えない部分もいろいろね牽制し合ってますよ。お互いに牽制し合いながらのバトル。さあそろそろ勝負どころ、お時間がやってまいりましたよ。そろそろ動きがあるお時間ですよ。さあ現在13周目、トップを守り続ける若林選手、その後ろ少し1写真ほど間隔を離して東選手が2番手、3番手に同じく1写真ほど離れて長谷川選手。さあこの4台等間隔のレースだ。まさか楽してるわけではない、この中でも必死にみんな走っている。現在トップは若林選手、14周目、残り2周。さあトップを守り続けるか若林選手、精神的にこうなると一番きついのは若林選手でしょうですね。若林選手が精神的にはきついか。さあ3コーナー東選手再び行った、しかしイン側やはり若林選手が有利。先ほどからさ同じ展開だ、同じ展開をしている。無理はしない、大人だよみんな、大人だねこれ。さあトップを走る若林選手、さあ東選手はどこで行くか、勝負どころを変えないとも若林選手は分かっているぞ、東選手はどこで来るか分かっているぞ。さあファイナルラップに入る、さあファイナルラップ若林選手、その後ろ長谷川選手も、こうなったらチーム員同士関係ないだろう。長谷川選手どこで行くか。さあ現在トップは若林選手、おっとラインをちょっと若林選手外してしまった、どうした。東選手がトップに立ったぞ、若林選手ちょっと失敗したか、東選手がトップだ、ブロックラインを失敗してしまったか、東選手いけるか。さあ若林選手入れない、東選手抑えた、そこでクロス長谷川選手、うわどうなるの、うわいった、あ若林選手がノーズをねじ込んだ、優勝は若林選手、2番手東選手、面白かったこのレース。いやーね、素晴らしいですね、ちゃんとねみんなラインを残しながらバトルをして、ねまあ、接触がね軽いのはもちろんあると思うんですけれども、お互い分かって上でのバトル、しかしやっぱりねさすがあっぱれの走り、優勝若林選手さすがの走りでしたね。この辺はやっぱりね意地が勝ったかな、去年の悔しさがバネになった優勝ではないでしょうか。しかしこの後の残る5戦、東選手、八下選手、長谷川選手、この辺りはずっとバトルやってくれるんじゃないでしょうか。優勝はゼッケン13番若林選手です、おめでとうございます。チャレンジカップ開幕戦パンサークラスに見事に優勝された若林スネオ選手です、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、すごいレースでしたね。なんか初戦からすごいレースになっちゃいましたね。これから期待してますよ。はい。ではあのすごいレースを、点数にしてみるとどのくらいですか。そうですか、そうですね、いや90点ぐらいですかね。あ、いやもう95点ぐらいかな。5点。マイナス5点の理由を教えてください。結構ちょっとあのミスとかしてたとこもあったんで、あと最終ラップの時もちょっとあのブロックラインとかもちょっと 大げさすぎるのやっちゃったかなみたいな。まあなんとか勝ってたんで良かったです。その95点の理由も教えてください。95点、そうですね、とりあえずあの、まあ、去年から続けて3連勝目なんで、まあ95点かなと。なね、はい、では最後にあのカメラに向かってあのレースを見てくださった方々に一言と今の気持ちを体で表現してみてください。ではまず一言お願いします。結構パンサークラス、面白いんでね、皆さんどんどん参加して一緒に走りましょう。ではお気持ちを体で、せーの、せーの。これでいいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆様参加されたドライバーの方、
参加賞受け取ってお帰りください。以上、上位6名のドライバーでした。おめでとうございます。